こんにちは、ワインブックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマは生産者とテロワールです。これは正直に言えば避けて通りたかったテーマです。というのも、この2つのテーマは追求していくとどうしても衝突があって、最終的には排他的、つまり自分以外の考えに対して攻撃的になることもよくあることなのです。今回のテーマはご存知のようにブルゴーニュで発達したキーワードです。例えば生産者であればブルゴーニュワインはドメーヌに始まってドメーヌに終わる、テロワールであればテロワールの認識がブルゴーニュワインの鍵だ、2つともおおむねこのように表現をされています。この2つの理論はもちろん2つとも間違いではありませんし、どちらも正解です。ただしこれは見方によれば、本当にざっくりといえば自然か人の手かという見方もあって、こうなるとどうしても対立した意見になってしまうのです。ワインには伝統性や権威性、それから神秘性があって、さらにブルゴーニュであればこれに対して宗教だったりライフスタイルも絡んできますから、そのため中にはそれこそ全人格をかけてこの理論が正しいんだという方もいらっしゃいますから、こうなってくるとメディアもあまり語りたがらないところは仕方がないことでしょう。ワインファンであったとしても、特にワイン歴が長くなってくると、なんとなくこの2つは折り合いが悪いなと感じることもあるかもしれません。これは最初に言えばどちらでもいいですし、どちらも間違いではありません。その上でご自身でお考えになる時の参考にしていただければと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。それでは生産者とテロワールのうち、まずはテロワールからざっくりと見ていきましょう。テロワールは本当にざっくりといえばブドウ畑の環境、つまり立地だったり斜面の向き、土壌や天候などの総論を指します。ワインは基本的にはブドウ果汁以外のものを外部から加えることはできませんから、ブドウの品質がそのままワインの品質に出やすいという特徴があります。そのためブドウの育つ環境が特に重要だとされていて、これを追求したのがテロワールの概念なのです。ブルゴーニュには良いワインはその土地の個性を忠実に反映をするという考え方があって、これがテロワールの概念に大きく影響を与えているのです。もともとは主導派の修道僧によって発達をしたブルゴーニュワインではありますが、この主導派はいろいろな理由があって修道生活の原点に戻ろうとして始まったのです。厳格な戒律を守り、自給自足で清貧な生活を送り、これは生活の循環、つまり精神の循環もその根底になったのです。彼らが宗教行為に用いるワイン、つまり神に捧げるワインは、その中でもとびきり至高、そして純粋なものが選ばれます。この発想がたどり着いたのが、良いワインとはその土地の個性を忠実に反映するワインだというテロワールの概念だったのです。土地の個性を最大限に反映させるのであれば余計なものは削ぎ落とされ、この考えからブルゴーニュは単一品種が選択されたのです。ご存知のようにこれがピノノワールとシャルドネですね。今日のブルゴーニュワインの2大要因であるクリマと単一品種によってワインのキャラクターは構成されるわけではありますが、これらは実は長年の主導派の修道僧の経験が深く入り込んでいるのです。さてもう一つの生産者を見てみましょう。ブルゴーニュにはドメーヌというワイン用語があって、これはブドウ栽培からワイン作りまで一貫して行う生産者のことを指します。そしてブルゴーニュワインの特徴は小さなドメーヌが多いというところになりますが、これはフランス革命だったり、その後のフィロキセラだったり、あるいはブドウの病害、世界的な不景気が影響していますが、これらの苦難のたびに畑は売買を繰り返され、そして次第に小規模な生産者が所有することになったのです。この画像を見てください。これはブルゴーニュの畑ではありますが、このようにラインに沿ってきれいに畑の表面に違いがあることがわかります。これは何を意味するのか、つまりラインごとに生産者が違うので、こちらのラインには表面に草が生えているけれども、こちらのラインには土がむき出しになっているということなのです。ひょっとしたらこちらのワインの方は土壌の表面にもブドウ以外のものがあるのであれば純粋性が失われてしまう、このように考えて草一本生えないようにさせているのかもしれません。そしてこちらのラインの方はある程度植物があった方がブドウの生育に競争だったり多様性が生まれ、そして結果としていいワインができる、このように考えているのかもしれません。つまり同じ畑であったとしても区分区分によって所有者が違って、所有者や生産者が違うと、ここまではっきりと考え方の違いが現れるということなのです。畑の表面ですらここまで違うわけですから、当然ワインの品質、つまり酒造りのうまい下手は如実に現れて、これがドメーヌの発想を一層際立たせているのです。いかがでしょうか。ここまででテロワールと生産者の2つを本当にざっくりと検討してみました。ではこの2つの考え方をもとに、なぜこの2つが対立構造にあるのか、そして対立構造にあるとしてどのように検討していけばいいのか、一緒に考えていきましょう。ではここまででテロワールと生産者の2つを本当にざっくりと見てみました。実はこの2つの考え方は折り合いが悪いのですが、なぜ折り合いが悪いのか考えてみましょう。これまでのようにテロワールの考え方は自然や純粋さ、それから環境にも考えが及びますので、なんとなく受け入れやすいし、そして神秘性も感じますね。ブルゴーニュは単一の品種構成ですから、土地の個性がはっきりしやすく、畑によって品種の工程は明らかで、しかもそれが毎年同じように行われる。こうなるといよいよテロワールの概念は真実味を帯びてくるわけです。しかし一方でテロワールの概念は本当にそこまで重要なのか、ワインの品質にとって決定的な鍵になるのかは、いろいろな意見があります。それらの意見とは、先日見ればテロワールの概念は科学的に解明することができないし、そうなってくると真正面から受け入れること
ことはできないということにつきます。土壌の局地的要素の解明は実は研究が始まってからさほど日にちは経っていないのです。もちろんブドウの出来はその畑の環境に大きく左右されるという結論そのものは賛成意見が多いのですが、じゃあそれが全てなのかという総論賛成、各論反対というスタンスが多いのです。これは例えば同じ畑で異なる生産者がある場合にそれらのワインは同一に感じられることが少ないし、実際に評価もバラバラじゃないか、この考えが反対意見を後押しをしています。ただしこれはよくよく考えればワインの品質に違いがあって当たり前で、ワインは製品化をするまでに発酵、熟成、瓶詰めを経ますから、それぞれがそれぞれのやり方でワイン作りをすれば出来上がりは違ってくるのが当たり前でしょう。ではこれをテロワールから見てみるとどうでしょうか。同じ生産者であったとしても畑によって品質の差はバラバラではないか、これこそがテロワールの根拠ではないかということになるのです。また仮に科学的に解明することができなかったとしても、すでにワイン界には膨大な量の経験がありますから、さすがにこれは無視できないだろうということになるのです。いかがでしょうか。このように聞くとどちらの意見も一理あるなというのが多くの方の意見でしょう。さてではこのように理論と理論がある場合にどのようにして検討していけばいいのでしょうか。そのヒントを探ってみましょう。このような場合にはどちら側に立ったとしてもそれぞれメリットとデメリットがありますから、これらを比較することで検討することになります。テロワールの側に立った場合のメリットは自然の尊重と純粋さ、それから経験に裏打ちをされた事実の蓄積でしょう。そしてデメリットとしては最終的に科学的に証明することができない、またテロワールの考え方は行き着くところワインの血統主義を弱気し合理性を欠いているのではないか、このような考えが根強いです。そしてドメインの側に立ったメリットは技術だったり経験の蓄積を尊重し、同時に生産者の個性も重視をする。デメリットとしましては歴史や伝統の軽視だったり、テロワールにはすでに多数の経験がありますから、これが判断そのものに合理性がないのではないか、このあたりが主なメリットのデメリットでしょう。そしてここからは私個人の意見ですから一つの考え方として捉えていただきたいのですが、私はこの対立する2つの理論は二元論ではなくて実は単純な一元論だと考えています。テロワールの概念はブルゴーニュで長く提唱されてきましたが、これはなぜでしょうか。ボルドーやシャンパニー手法はここまで深くテロワールの概念は検討されてはきませんでした。これはなぜか生産者の規模が大きく影響しているのではないか、このように検討することができます。つまりボルドのシャトーだったりシャンパーニュのメゾンは規模が大きいため、そうなるとおのずと小さなテロワールの違いに関しましては最終的にはそれらのワインをブレンドすることになって、こうすることでテロワールの概念は曖昧になってしまいます。例えば逆にブルゴーニュの生産者の規模がもう少し大きければそれぞれのテロワールのワインをブレンドすることになって、テロワールの概念はここまで細かく分析されることはないだろうということなのです。ではテロワールの概念は後付けの理論なのか、人間が作り上げた単なるイメージなのか、このように言われればそうでもないと思います。多くのワインファンはそこまで盲信的ではありません。テロワールを信じるに値するものがあるから、だからこそテロワールの理論は根付いているのです。その上で生産者のワイン作りの技術はどんどん発達しますから、その分影響力が大きくなるのはその通りでしょう。つまり属地的なテロワールの概念に比べると属人的な生産者の方がワインに与える影響はより大きくなるのではないか、このように考えています。はい、いかがでしたでしょうか。今回はテロワールと生産者の2つを検討してみました。ここで1つお願いがあります。今回私の考え方を最後にご紹介しましたが、だからといって結論だけを取り入れることがないようにお願いいたします。今回テロワールと生産者のある程度の論点をできる限り丁寧にご説明しましたが、そこから先はぜひお暇な時にふと思い浮かべてみてはいかがでしょうか。ワインには伝統性だったり権威性だったり神秘性がありますから、どうしても限定的な合理性とは折り合いが悪いところが多く、これによって排他的になってしまうことがよくあるんですね。このような場合にどちら側かに一方的についてしまうと、時に攻撃的になってしまったり、あるいは最悪な場合に盲信的になってしまう可能性もあります。ぜひ肩の力を抜いて、こういう考えもあるんだくらいの気持ちで捉える方がワインと楽しく付き合えると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。